はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神修正編です。今日でログインが、868日目ですね。はい、現在2021年11月1日の、15時5分なんですけども、今回はですね、ちょっと契約書ね、開封したいなと思います。はい、もうシリーズ2完全移行までね、持ち越せる契約書もあるんですけども、僕はまだ引いていきたいなと思ってます。はい、A ランクのランダムの契約書が3枚ですね。それとあと今日もらった、熱いぜプロスピ東京キャンペーンのプレゼントのこの S ランク契約書、これも開封したいなと思います。はい、まあシリーズ2までね、持ち越せるんですけども、僕は開封します。はい、その前に、俺の球場飯ですね、俺の球場飯の進行具合なんですけども、あと2日と23時間ということで、まだ丸3日残ってるんですけども、現在までの進行状況ですね。一応作った球場飯の種類は終わってます。63種類ね、終わってるんですけども、累計イベントポイントが2270ということで、まああと、まあ、1000ちょっとでね、累計全部取れますんで、まあ、ここまで使ったエナジーはあの自然回復だけです。はい、エナジーは一つも使わずに自然回復のみでやって、現在累計イベントポイント2270ということなんでね、まあエナジー貯めるためにはね、良かったかなと思いますね。はい、マイスランク契約書3000ポイントがありますんでね、これもきっちり取っていきたいなと思ってます。はい、自然回復のみで、終わらせたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それでは、契約書ですね、開封したいなと思うんですけども、まずは A ランク契約書のランダム3枚いきます。どこですね、1枚、2枚で3枚ですね。はい、まあこのアカウントね、阪神純正だけでやってますんで、もう阪神の選手だったらね、誰でもいいんでね、まあ、できれば中野選手、来てほしいなとは思ってますけど、 A ランクね。はい、とりあえず阪神の選手来てくれればいいかなと思います。はい、A ランク契約書3枚お願いします。阪神来い。さあ1枚ぐらいね、1枚ぐらいでいい、1枚でいいんで、ちょっと阪神の選手来てほしいなと思ってます。さあ誰、青柳選手来た、いきなり来た、阪神。はい、ありがとうございます。青柳選手、まあ一応称号用結構持ってるんですけども、まあまあでも A ランクのね、ランダムで阪神の選手来るのはもう誰でもいいんでね、よかったです。はい、いきなり来ましたね。はい、青柳選手来ました、持ち来い。大城選手、巨人ですね、シリーズ2の大城選手。さあ最後、阪神来い。栗原選手、ソフトバンクですね。はい、シリーズ2ですね、こちらもね。はい、でもまあ A ランクのランダムの契約書3枚で青柳選手来てくれましたので、これは良かったかなと思いますね。いいですね。はい、はい、それでは最後に、一番下にあったと思うんですけども、これですね、熱いゼプロスピ投稿キャンペーンのプレゼント、今日もらったばっかりのやつですけどね、この S ランク契約書を開封したいなと思います。まあ、先ほども言いましたけども、阪神純正だけでやってますんで、もう阪神の選手だったらもうシリーズ1でもシリーズ2でも関係なく誰でもいいんでね、来てほしいなと思ってます。いきます、S ランク契約書、阪神の選手お願いします。阪神来い。さあ、さっきもらったばっかりの S ランク契約書、阪神来てくれ。阪神来い。ロドリゲス選手ですね、日本ハムですね、ロドリゲス選手です。はい、まあまあ阪神は来ずということで残念ですけども、まあまあいいです。はい、もうこれはしゃあないですね。はい、またミキサーの方にね、行くと思いますけども、はい、はい、今回こんな感じですね。ちょっとまあ、もらったばっかりのね、S ランク契約書、開封したんですけども、ちょっと阪神の選手は来てくれませんでしたんでね、残念でしたけども、 A ランクのね、ランダムの契約書3枚で1枚阪神の青柳選手来てくれましたんで、これ良かったかなと思います。はい、俺の球場飯もあと2日と23時間丸3日ぐらい残ってるんでね、まあ、自然回復のみで終われそうなんで良かったかなと思います。まあ、S ランク契約書ありますんでね、きっちり累計全部取っていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロード阪神純正編でした。